やっちゃうよ、ラジオです。そしてやっちゃうよ、天狗です。あーさあ、いったことで、はいどうも、はいどうも、ということで、ね、待ちに待ったレッカラムの、動画解説でございます。ってことで、ね、いいよいいよペッカラマスター、ペッカラマーの俺が、まあ、今ね18勝いっぱいなんですけど、いい、次の動画でね、次の動画で、20勝ね、普通に行く動画、こっからやる動画を、撮りたいなと思ってるんですけど、その前にね、1回前回その、なんだろう、17勝で終わっちゃったんですよ。これちょっといろいろやってて、17勝で終わっちゃって、そう、そろそろね、ペッカーまでやっぱ俺解説動画出さないと、うん、あれで終わってたんで、前回の20勝させますのやつでね、終わってたんで、うん、まあ、あれで結構多かったのが、ラバクローへの勝ち方、あとインフェルノタワーへの勝ち方が教えてください、あとペッカーミラーのね勝ち方を教えてくださいっていうリプレイがめちゃくちゃ多くて、リプライが多くて、なんでね、それのね解説動画をね、超、今からねやりたいと思います。ということで、皆さん大好き、まあ、ペッカミラーですね、ペッカミラー、ラバクローン、今クソ流行ってる、多分今グラフより花粉より流行ってる、いやそれはない、俺の鼻まで届いてないもんこいつら。はいはい。ということで、でもこれ多分今ここ1、2日では一番流行ってますね、このバルーンインフェルノタワーデッキは。なんで流行るんだろうね。まあ多分ラムが多すぎて、ラムに強いんですよインフェルノタワーが、うん、そもそも、なんで流行ってるんですけど、それはねちゃんと立ち回ればインフェルノタワー全然怖くないんでね、その辺をね見てもらえればなと思います。ということで、最初はみんな大好きラバクローンと立ち回りですね。でまず、ポイントから最初に考えること、まずラバクローンにはケツラバしてくるタイミングで逆サイケツペッカが一番理想的ですね、一番理想的です。出すけど1ヤードぐらいになるんですけど、2、3ヤード取られてるときはケツペッカしても相手が攻めの完成を形させてなおかつ守るってことができちゃうんで、ちょっとアド取られてるときは一旦はガチボーですね。ってことで、それをね、参考にしてもらってみましょうって感じで、あととりあえずラムとかあんま防衛使わないんで、後ろにね適当にケツから流してケツペッカできないときは逆サイケツラムぐらいでいいですかね。うん、防衛使わないんだ。防衛使わないかな、あんまり。まあ、使うときもあるんだけど、手札の周り的に、ね、うん、基本的には、まあ、エレキと雪玉ポイズン、あとは、まあ、ベビドラでできちゃうんで、うん、そうですね。おまけみたいな。おまけっすね、マジで。で、これで、はい、ケツラムします。はい、ラバされます。まあ、こんな感じっすね。これはもう、とりあえず見守りじゃないですか。で一応、端前に、まあ、スキャミ来たとき用に構えときの、はいはいはい、なんか来ましたね、という感じで、入るんだ。ケツエレキ入るときと入んないときあるんですね。場所による、多分そのラムの出した位置と相手の守る位置、まあ、これ適当にタルババで守れるんで、すんげえタルババが。ということで、まあ、これはベビドラ構えときのこれギリギリね、はいと受けていって、はい雪玉打ちます。これですね。で、まあ、ここはラム、まあ、ポイズン打たなくても守れるんで、ラムとこのねちょびちょび、全員のちょびちょびでこうやって綺麗に残りの、はいはいはいという感じで、ここポイズンですね、ベチャーンと打っていき、はいここっすね。であとは相手が今スケアミとホバを切ったんで、ペッカを守れるカードが、あれしかいないですよね。あ、まずそうそうそう、これまずババを切らせるユーノで、これをタルババで守っていくという感じで、これ強いですね。陸が1枚しかない時にこれやると絶対引き出せるんで、このユーノがマジでね、まあペッカ使い。サンキュー。いや、ユーノ使いそれ。サンキュー。ユーノ使いそれ。サンキュー。なんか、ユーノ結構使ってますよね。そう、三振の時もユーノ使ってましたね。そうそう。引き出すとか言って。引き出すの大事マジで。で、これは逆サイケツペッカ。これがマジポイント。これを知らないとラバクロに勝てないです。そう、逆サイケツペッカですね。で、この後ろに適当にね、あ、まず守りかな。守りの形を作りの、はいという感じでラムをつけていきます。ここで、ポイズンですね。とつぎのって感じ。ポイズン打ちます。攻めポイズンですね。この突き網が今のタイミング見てもらえば、見てなかった人は5秒戻してください。この、なんだろう、最初にホバにポイズン打っちゃうと、その外にスキアミを出されるんですよね。だポイズン打たないのかな、こいつ打たないのかなっていう雰囲気を出しといて、この足元にね、スキアミが来そうなタイミングでポイズンポンってやると、たまたまね、今見てたまたま巻き込めてお得な感じになります。で、こうやってもう一体ユニット引き出せるけど、バチコリ入るっていう
でしかもバチコリ守れるっていう感じで結構いい感じですね。ただ守られるという感じで、だるみこれ一発やるかなと思ったら入んない入んない。これで結構きついんだと思うやんか。これ橋前ペッカいっちゃいます。もう陸がいないんでね。あ、行かない行かないんだ。これは行かない。そうだ、行かないです。ここはアドを取られてるんで、このケツラバでねめちゃくちゃアドを取られてるんで、守り一旦守りっすね。アドを取られてる時に攻めて、ギャンブルで攻めて守られた時は絶対負けるんで、 1-0 で勝つ立ち回りですね。これはあのギャンブル嫌いですもんね。そうで、これで雪玉打たないんです。ここは許容するんです。次の攻めのペッカラムで潰すんで、潰すためにはコウモリまたはスケアミにこう、雪玉をねパサーンってしなきゃいけないんですよ。なんでここは守らないという感じで、まあ、とりあえずよいしょ。ここはヤンキーベビドラして、エレキでタギを取り、もうここ絶対おるぞという心構えで行って GG というか、ちょっとギャンブルになっちゃったんですけど、最後は別に防衛に回っても、もう結局ねペッカーとラムを受けれるカードがなくなるんで、そうですね。で相手の呪文がそう多分気づいたと人いると思うんですけど、ポイズンだったんですよ。まあ雪玉がまあ結構ねまあなんだろう、テンプレの形なんですけど、言ったらまあポイズンの方がきついんで、間違いなくエレキが溶かされるんで、ね、なんでまあ言うて変わんないかなって感じ。基本的にはもうこの立ち回りですね。ペッカーをケツペッカーをして後ろに何かをつける。で後ろにつけるユニットを何かって言われると、そのだから相手が守ってくるカードですね。まあホバが来るんだったらホバポイズン飛ばせばいいから、あとはなんだろう、ババが来るなら後ろにベビラをつけるとか。うん、でも俺が考えてるのは、その昨日ツイッターに貼ったやつにも言ったんですけど、俺が考えてるのは基本的には守りに使わないカードを、ペッカーの後ろにつけます。なんでラムは別に守りでも攻めでも使えると。ちょっと待った、よいしょ、びっくりした。ペッカーは、守りでも、ラムはね守りでも攻めでも使えるんで、どっちに使ってもいいです。刺さりそうな方に、例えばですけど、まあ、ホバつけられるときにタゲを取るものがないなら、ラムを守りで使わなきゃいけないですけど、まあ、攻めでね、あと雪玉をスキャミに雪玉打ったら絶対通るって時は、ペッカの後ろにつけたりもするって感じですね。で言うのはマジ手札を回せるんで、ペッカの後ろにじゃんじゃんつけちゃっていいですね。うん、で手札にエレキ、雪玉、ポイズン、ベビドラとかを、そういう体育をねバチコリ手札に戻して、ラバーを守りつつペッカの一発二発入れてもらうって感じの立ち回りです。ってことで参考にしてもらえればなと思います。なるほど、ありがとう。ってことで2本目ペーン。はい、ですね、ミラーですね。これちょっと2倍でいいかな。これ基本的に俺が考えていることは、エレキを引き出しラムを投げ、ラムにペッカを引き出し、ペッカを自陣で受け刺すっていう、このねすごいややこしい。で2倍になると、これがエレキを引き出し、ペッカ、なんかラム投げてペッカを引き出し、ペッカを出しでもう一回エレキが回っちゃうって、このややこしいんですよね。そうだから、どうやってエレキを引き出すんですか。どうやってエレキを引き出すかというと、陸がない時に、例えばあと U の端前に投げるとかで、うん、そしたらエレキしかないんでね、 U のがない時に U のを投げるっていう感じですね。でタルババで受けれる時もあるんですけど、まあ、皆さんもタルババ使ってれば分かると思うんですけど、反応が遅れて U のを受けれない時があるんですよ。多々あるんです。そういう時には、タルババで本当は受けたいけどしゃーなしやなっつって、エレキを出させることができるんですね。なるほどありがとうって感じで、こんな感じですね。とりあえずタルババ来るなと思ったんで、まずタルババこうやってねちょく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 入れていくしかないですね、序盤は。なんですけど、非常にねこれね、マジで2倍速でもねちょっと遅いかなと思いますね。まあ基本的にはペッカを先に出させたら割と勝てるかなって感じですね。これケツペッカ、アド取ってる時のケツペッカいいんですよね、別に。うん、もうそれしかやることがないんで、アド取ってる時は3ぐらい取ったらおとなしくケツペッカですね。でこうやって後ろにつけてポイズン打って、もうって感じですね。はいはいはい、溶かしていき、ここはマジヤンキーだった。相手がヤンキーすぎてちょっとビビり散らかしたんですけど、うん、危なかったですね。でこれでまあペッカ残るじゃないですか。残る、はい、ラム投げる、ポイズン打つ、打たないんか。これは僕がやってますね、ちょっとここは絶対打たないとダメですね。そうだからね、ペッカラムミラーはねマジでなんだろう、これをしたら勝ちっていうのがあんまりないんですよ。そう、ミラー対決の中でもやっぱ呪文切ったら勝ち、これをやったら負けっていうのがあるんですけど、
ペッカラムは何だろう、ペッカを止めれるカードがまずエレキもあるし、ラムも言ってあの飛ばしちゃえばね守れるんで、何だろう、このカードを守れるカードっていうのがいっぱいあるんですよ、そのペッカラム同士だと。だから本当にペッカを自陣で受けた方が有利っていうのがちょっとあるのと、陸がない時にユーノを刺してエレキを引き出せば、このペッカ同士が当たった時にエレキを後ろにつけるんですよね、絶対なんですけど、片方がねエレキ後ろについてないともうね、あのペッカが押し負けるんで、こういう感じで、まあ、ゴリ押して GG という感じですね。そうだからね、ちょっとわからないかもしれないですね、これに関しては。本当にだから俺が考えてることはエレキを引き出すってことですね、うん、それが本当に 1,2 発入れることに関わってくるかなって思います。なんであれですよね、ホグ感覚でラム出したらラムカウンターで、そうそうそう、ラムカウンター、そう、ラムはあとは先に出しちゃダメっていうのもありますね。そうなんですけど、ペッカを引き出すためならラムを最初に出すのはありっていう、このね難しいそう難しいですよ、そうそうそう。だからまあとりあえずエレキを引き出すことを意識してもらえればなと思います。そうエレキはマジでポイズン打たれても仕事するんで、ラムも守れるしペッカも守れるんでね、でユーノも守れるっていう、もうお得、お得オブお得なカードなんで。で最後インフェルノタワー、これはね最初に言うと大事なのがケツラムです。ケツラムをして相手にインフェルノタワーで守らせるとラムが一発入るんですよ、突進ダメージが。でそれで一発入ってからエリが溜まってからケツペッカをすると、ペッカが相手の陣地に渡る前に渡った頃ちょうどにインフェルノタワーが壊れるんですね。まあ見てもらえれば分かるんですけど、そうだからそれは本当にねずっと何十戦も何百戦もやってなきゃ気づかないものなんで、まあね、それで俺が最近そのインフェルノタワー相手に多くて本当に最近気づいたことなんですけど、それを気づかなかったら多分インフェルノタワーには相性悪いかなと思いますね。そんな土方もの共有してもらえるんですか。そんないい話があるんです。なんていい話なんだ。素晴らしい。はい、結論もします。相手がバルーンでもね、あ、それはしないんだ。そう、相手がバルーンだからしないですね。相手が穴っぽいならします。そう。相手がだから穴っぽいって分かったらしないんですけど、ここね、ラムは絶対守りに取っておかなきゃいけないんでね。で、はい。これをやるじゃないですか。はいはいはい。エレキズシャンする。でこっちはねもうねそれがねたまたま折れてしまうんですよね、これが。これで折れてしまうんだ。あでもこれあれか、そうそうだな、そう次のね当たったインフィナタワーデッキの方であったんですけど、これはねちょっとアドを理解しきって俺橋前優のとかでご利用したんで、これはちょっとあれかもしれないですね、もしかしたらちょっと2倍速、はい、ちょっと分かりにくいやつ、ちょっと分かりにくいかもしれないですね、もしかしたらこの次のやつで。言うてもやっぱバルーン相手にはラム温存して、そのラムで守ったやつをインフィルターで守ってくるんで、その後にケツペッカをするっていうのが勝ちパターンなんですけど、そうこうやってね適当に守ってズシャーンってやって、はいはいはい、アイザイマスって感じなんですけど、とりあえずこれはね守ってっていう感じですね。うん、なんでねちょっと分からにくいかなっていう、まあ、これ大体内側っすね、だいたい外が投げた後は内側って決まってるんで。これラムですね。これはただ相手がちょっと攻めすぎるパターンのねプレイヤーだったんで、まあちょっと有利だったかなって感じはあるんですけど、ここでねこうやって守っていって、なんでね次にもう一個インフィナタワーへの立ち回りをね見せていこうかなと思います。それで本当だーってなると思うんで、まあそれでね分かってもらえればなと思います。ということでね、ちょっと待ってくださいね、もう一個一番最近の18勝目かな、この俺が18勝したリプレイがあったので、あ、違う、17勝目か、この人のねリプレイを見てもらえればなと思います。ということで2倍速でいきましょう。そう、もうペッカメタやんけみたいな感じだと思うんですよ、ただ勝てます、これを見れば勝てます。そんないい話があるんですか。あるんです、それがあるんです。マジ、そう、もう視聴者得でしかない情報があるんです。はい、結論もしますね。相手はエレキ出したらポイズン打たれるって分かってるんで、こうやってやってくるんですよ。であえてここには呪文打たないですね。で、ケスペッカをします。これが、見ててください。ここは無視するんですよね。ここマジ大事。逆サイ穴掘りは縦プラスじゃなかったら無視ですね。コウモリ穴掘りとかあったらタワーがもう折れちゃうんで、無視はできないんですけど、穴掘り単体だったら500食らう程度なんで、それで500食らってもいいから1000与えればいいんですね。だから、ここは無視です。倍返しだってことですか？そうそうそう。もうって感じですね。あれが出そうになった。でこれでユーノをつけます。でこれ見てください、インフィナタワー一発も食らってないですね、ペッカがインフィナタワーから。でここはちょっと相手の防衛が上手くてね、あと俺の呪文が遅くて守られちゃうんですけど、
これでもう一回結論をします。ででてーんつって、あれベビちゃん、ベビちゃん出しちゃう、ベビちゃん出しちゃうね、これベビちゃん出しちゃうわ。こうそう、エレキを切った後だったから。そうで、ここでまあ結論も見ていてくださいと、見ていて見ていてという感じで結論、これはい、一発で二発と与えていき、その後にケツペッカすることによって相手はインフェルノタワーが起きないですね。だからこうやって後ろから適当にユニットを切って、こうやってね、適当に防衛ポイズンするしかなくなるんで、守れなくなるんですよ。こうやってペッカ、両サイドとか攻めた時に、え、どうやって守るんってなるんで、はい、こうなります。ケツペッカ、ケツラムだ、ケツラム、そう、ケツラムをしますね。はいはい、こうやってします。はい、ケツペッカをしますね。スペックを押して、はい、歩いているときにインフェルノタワー削れる、削れる、あ、削れてしまう、これ削れてしまうでしょね。はいはいはい、という感じでこうやってね、はい、2周目のやつが来ても正直エレキが後ろについてて、こっちはポイズンも抱えてて後ろにラムがついてるんで正直壊せるんですよ。だからインフェルノタワーを最善な位置に最善なタイミングで出させることができないんですよね。出させないことができる。で、ケツラム、ポイントはケツラムで、今2倍入ったんで回ってきたんですけど、2倍入る前だったら絶対にね、なんか若干違うんですけど、やっぱジェイに似てますね、ジェイの立ち回り。そう、テンちゃんたまに言うんですよね、これジャイスね、これジャイスねって言うんですよ。ケツジャイの時とケツペッカの時なんとなく似てますね。そう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 、だからもう本当に、でラムはまあね、その建物を引き出せるっていう面ではあるんで、相手が墓石の時とか相手がそのオーブンの時でも僕はやってますね。これをケツラムをして、墓石とかを引き出してからペッカジャギーンつってベーヘンつってね、やってるんでね、まあ、そこら辺を参考にしてもらえればなと思います。ということで、ね、今日この後入賞するんで、ね、次の動画もね見てもらえればなと思います。ということで今日は終わります。グッション明日。